Hello everybody, this is your friendly neighbor Lisa Foxy, and welcome back to Honkai Impact 3rd. I hope you guys enjoyed today's episode. Please remember to hit that like button and subscribe, so that way you guys don't miss out anything on my channel. Please have a wonderful day, night, or wherever you are. Enjoy today's episode. Arrived. This is where the administrator lived. To be exact,はるか昔、彼女がまだ信州の人々に精鋭仙人と呼ばれてた頃に暮らしてた場所だけどね。夢でここの景色を見せてもらったけど、どうやらかなり昔のことだったみたいで、いろいろ変わってる。委員長が修行してた場所はこの山のもっと高いところな。キアナの探したいものは本当にここにあるんですか？山の中で虎の巻を探すなんてゲームの中のことだと思っていました。それに委員長はもう長いことここには帰っていないんですよね。宝物を残していたとしても誰かに拾われている可能性があります。そうかもしれないけど、委員長が残した宝物の中には普通の人に見えないものもあるから。あ、そういえば。都政の羽。ヤッホー。ここにも崩壊獣がいますね。うん。大巨山の崩壊エネルギー濃度が、ここ。委員長の退去研究は、崩壊エネルギーが必要なのでしょうか？わからない。でも、委員長から教わったものは、そんな。はっ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 。この山はブローニャたちが思ったよりも危険ですね。ただの崩壊獣だから大した問題じゃないよ。あった。何ですか？かなり弱いけどこの辺りで知ってる気配がする。委員長の羽と似てる。土星の羽でしょうか？うん、間違いない。ついてきて。
当ですね。何もなかったのに、ブローニャたちが近づいた途端、羽が出てきました。キアナは、その使い方を知っているんですか？うん。やってみる。あれ？どうしました？ダメ。失敗した。封印か何かがかかってるみたい。羽が私の意識と接触した途端、弾かれちゃった。まさか、委員長だけが使えるのかな？キアナ、それはまた後にしましょう。さっきの力のせいで、崩壊獣が集まってきました。うん。まず、そいつらを倒そう。大丈夫ですか？あ、うん。あんたは？私は林長雨、この大巨山の守護者です。この地は神気が充満しているため、妖獣がよく現れます。外の者が入ってこないように、仙人がここに結界を張ったのですが、二人はなぜここに来たんですか？私たちは仙人の知り合いだよ。あら。仙人って、聖衛のことだよね。知り合いだよ。彼女の友達なんだ。友達ですか？それなら私についてきてください。あんたの剣術、委員長、聖衛仙人とかなり似てる。それが彼女の剣法です。彼女が作った退去剣形の段階です。仙人の友人なのに、彼女が退去剣派の創始者だと知らないんですか？確かに委員長が言ってたけど、数百年も前のことだと思ってた。退去剣派は500年の歴史があり、今でも続いています。ただ伝統武道が衰えてしまい、退去派も時代に逆ら、退去門下の者は妖魔退治を自らの責務とし、妙理を追わず、この時代お姉さんも退去派ですか？そうです。私と退去の話はかなり長いですよ。じゃあ教えてくれる？教えるですか？聖衛は退去研究を教えてくれたけど、すぐにいなくなっちゃって、その内容も十分なものじゃなかったの。今回退去山に来たのは
ちゃんと勉強して力をコントロールできるようになりたいから。こうしましょう。私を信用してくれるのなら、まずあなたたちの話を聞かせてください。なるほど、師匠にそんなことがあったとは思いもしませんでした。それにまさかあなたが律者だとは。教えてもいいですが、その目的は果たせないと思います。師匠にも言われたと思いますが、退去剣気には五運があり、心、形、意、根、心に分類されます。彼女が剣心を教えたのは、あなたの体質が剣心の条件に合うからでしょう。剣意と剣根は今のあなたにとって役に立ちません。剣形なら教えても、もしくは退去派の退去心血でも教えられますが、それはあなたの実践能力を上げるだけで根本を治す方法にはなりません。あなたが本当に必要なのは剣心です。あんたはその剣心ができるの？ええ、でも私たちは誓いました。剣心を後世に残さないと。すみません、誓いを破ることはできません。他に方法はないのですか？あなたたちならあるかもしれません。あなたたちに会った時から気づいていましたが、あなたの持っているその羽はあなたたちのものですか？違う、大巨山で見つけたんだ。ブローニャたちは羽を持ってましたが、なくしてしまいました。はあ、あなたたちはその心境に入れますか？羽の中の意識に触れてすぐ弾かれちゃった。なるほど、この羽、状態はとても良好です。師匠が呪力を込めたため、剣心がないと解除できません。いいでしょうか？おいで。できれば入学の時に着替えたかったですね。はあ、いずれ慣れることですし、いいでしょう。今日の鍛錬をしましょう。まずは1000メートルのジョギング。おはよう。今日は新しい服だな。道場着はどうしたんだ？
おはようございます、おじさん。練習した後は病院に行って、そのまま飛行機に乗りますから。ずいぶんと詰め込んだスケジュールだな。早く行きな。遅れたら大変だ。あれ？まだ行ってなかったんだ。その青海市とやらに行くんだろ？はい。今日8時発の切符を取りました。全然焦ってないんだな。さすが武道家だ。いや、はあ、前にし、お父さんとこにも行くよな。邪魔して悪い。帰省した時にまた会おうな。ふわちゃん、今日のパオズと豆乳はいる？いえ、今日は病院に行った後、そのまま学校に行きます。そう、もう会えなくなるのね。学校でうまくいくといいね。成績は心配してないけど、誰かにいじめられるんじゃないかと思うと心配だよ。そんなことはありませんよ。まあ、武道場の娘だし、喧嘩なら負けないでしょうね。おい、ばあちゃん、まだ走ってたのか？今日から学校が始まるんだろ？初日から遅れたら悪い印象を与えてしまうぞ。ええ。お父さんが心配か？大丈夫、俺たちがちゃんと見とくから。お父さんには世話になったからな。今度は俺たちが世話する番だ。それにお前ん家の道場を買って食堂を開きたいという旦那もいただろ。金には困らないさ。え、それは知りませんでした。その話は白紙になったからお父さんも言わなかったんだろう。まあこのご時世、武術よりもいろいろ勉強した方がいいと俺は思うぞ。それとも将来道場を継いで女師範になるつもりか？それでも構わないと思いますが。お前は親思いな娘だからな。でもちゃんと自分のことも考えておけよ。これからお父さんの面会か？はい。そうか。お父さんの怪我のことは心配するな。お前は学業に集中しとけ。お父さんのことは俺たちに任せろ。ありがとうございます。もう少しスピードを上げましょう。ギリギリなのは嫌ですし。私一人で簡単に練習しておきましょう。時間も十分ではないですし。ダメです。やり続けることが大事です。適当に済ませることはできません。今回はまあまあでしたね。そろそろ病院に行かないと。今日から学校なんだから来なくてもよかったのに。昨日出発したと思っていたが、間に合うか？間に合いますよ。ああ。さあ、父さんに顔をよく見せてくれ。次にお前に会うのは半年後だな。ちゃんと体に気をつけるんだぞ。父さんは大したことはできないが、学校くらいは行かせてやれる。心配するな。勉強だけに集中してくれ。それと、武術の練習はやめておけ。変わったやつだと思われてしまう。
父さんも入院した時、恥ずかしくて道場の話をできなかった。ふわ、時代は変わったんだ。将来のお前は、会社員でも起業家でも政治家でも何でもいいんだ。道場だけは、ダメだ。それ以外は心配してないよ。ふわ、お前はいい子だ。ちゃんと体を大事にするんだぞ。それから、友達もたくさん作れ。一人ぼっちにはなるなよ。はい。わかっています。ああ。そろそろ時間だ。早く空港に行くといい。証明書は持ってるよな。荷物は？大丈夫です。荷物も事前に送りました。あ、ならいい。さあ、行け。体に気をつけてな。はい。行ってきます、父さん。父さんのことは心配ない。あと数日で退院できるぞ。お前は友達と一緒に過ごせ。用がなければ帰ってこなくてもいいんだ。往復するのは結構大変だろう。わかりました。私は一人で知らない町に行くんですね。これ、委員長の記憶？ブローニャの知る委員長ではありませんでした。迷い、この記憶に入った時、窒息するような迷い、それから恐怖を感じた。まるで嵐に巻き込まれた蝶々。次の瞬間、自分がどうなるかもわからないみたいで。これ、本当に私たちの知ってる委員長なの？委員長はいつもしっかりしてて、揺るぎのない、周りを安心させてくれる存在だった。でもさっきの女の子は。もしかしたら、委員長がセイフレイヤに来る直前の姿でしょうか？ううん。委員長はセイフレイヤに入る前から長いこと生きてるし、なんだか時代が一致してない気がする。わからない。わからないよ。同じ顔してるのに、あんな委員長見たことがない。あれがセイエイですよ。え？今あなたたちが見たのは、唯一神仙、セイエイ。彼女が残した神印です。神印？師匠は不老不死ですから、その記憶は氾濫する海のように、意識という大陸を侵食します。記憶の増加を抑え、意識の明晰を保つために、彼女は記憶を選別するしかありませんでした。分割された部分こそが、今あなたたちの見た真因です。どうですか？目当てのものはありましたか？うん。まあ、そう落ち込まないでください。仙人は大巨山に長くいました。ここに残した真因は数えきれないほどあります。あなたたちが探す答えは、その中にあるはずです。間違いありませんよ。そうだといいですね。私はここにいます。封印された羽を見つけたら、持ってきてください。私が封印を解除してあげます。この山には様々なことがありました。一部の神印の呪力は衰弱し、一部はバラバラになっています。
なたたちが自力で解読できるものもあるでしょう。どうして私たちに協力してくれるの？あら、協力するのがそんなにおかしなことですか？では、協力ではなく、退去門派の弟子としての責任だと思ってください。彼女のこと信用できると思う？わかりません。でもあの羽からブローニャは確かに委員長の存在を感じました。あの羽は生きている。そしてブローニャたちに何らかの情報を伝えようとしているとブローニャは思います。そうだね。昔みたいに委員長が羽の中で話しかけてくると思ったのに。ブローニャもそう思いました。結局思い出を見ただけだったね。落ち込まないでください、キアナ。彼女も言ったでしょう。この山には委員長が残した羽がまだたくさんあります。うん、それは委員長にも聞いた。他の羽を探しましょう。
はり目が覚めてしまいました。寝ましょう。続きがあるんやで。青海市のゾンビ。ああ、やめて、聞きたくない。今回の被害者はうちの学校の生徒らしいで。ん？ゾンビ？人を襲う？うちのゾンビのような生き物。確か父さんもそれに襲われて少し気になりますね。今のは誰が話していたのでしょう。またサボり？何度目です。もう協力できませんから。先週は一回しか出てないよね。先生にバレるわよ。もう興味がないから。あ、あそこでしょうか。勉強に興味を持ったことなんてありましたか？あの、すみません。ゾンビの話をしませんでしたか？誰？プライベートな話してるんだから、邪魔しないで。すみません。まったく、変わったやつ。彼女が話してたの、二日前のニュースのことですかね？ニュースなんて知らないよ。テレビじゃあるまいし。早く食べてよ。遅れたらまた最前列に座ることになるんでしょ？わかってるよ。あの。ん？どうしたの？あ、いえ、すみません。聞きにくいですね。それに彼女たちではないはず。変わった子ね。あんたもでしょ。どうしたの？元気出しなよ。今日はあんたの大好き、何件目だっけ？刺激的やと思わへん？ないない、ホラー映画の見すぎだよ。キラがビビって泣いちゃったらあなたのせいだからね。そんなん大したことあらへん。あのな。あ、先ほど話してた人。このコンクリートジャングルに行さん魔物が隠れとるんや。吸血鬼、ゾンビ、みんな実在しとんで。今回はニュースにもなっとるし。そんなのメディアが話題性を作るために書いたデマでしょ。ゾンビなんているわけない。行こう、もうすぐ授業が始まるよ。そうや、放課後うちと一緒に探検せえへん？ねえ、あの子ずっとあなたを見てるけど知り合いなの？ん？知らん。
の子ダサいな。し、聞こえちゃうでしょ。教室に行きましょう。なるほど。あの迷いと恐怖は新しい環境に慣れなきゃいけないと分かってたのに、変わることに怯えてたんだ。彼女は近づこうと頑張りました。でも誰も答えてくれなかった。私も知ってるよ。頼りになる友達がいなくて集団から離れ一人ぼっちになった人を。今でも彼女はそう。キアナ、委員長はどうしてこれらの羽を残したのでしょう。みんな悲しい思い出ばかりです。それに私たちの知らないことばかり。まるで私たちに委員長のことをもっと知ってほしいみたい。委員長にもこんな時期があったとは知らなかったね。よく考えれば不思議なことではありませんが、やはり少し驚きます。委員長も昔からあんな感じではなかったということですね。でもセーフレイヤーにいた頃の委員長を無意識に重ねちゃうな。あの時の委員長、命令に従って私たちのそばにいたんだよね。あれは本当に彼女の本心だったのかな。キアナのバカ、委員長が戻ったら直接聞けばいいだけのことです。正直ブローニャは少し心配です。確かに現れるタイミングが偶然にしてはできすぎてたし、私たちの欲しい手がかりをちょうど持ってたもんね。キアナも慎重になりましたね。私ちょっと警戒心が強すぎたかな。今の彼女は
まだ何かを企んでるようには見えないし。害を与えない相手ならいい人だと判断し、 100% の信頼を寄せるべきです。信頼は心地よくさせます。それがブローニャの考えです。もし彼女が私に害を与えたら？それならどれくらい些細なことでも信じない方がいいです。とにかく戻ってみよう。少なくとも今はいい人だって信じてるから。そのうちの一枚に封印がかかってるの。すごいですね。はい。大巨山は数千年の歴史があり、たくさんの人々がここを訪れましたが、羽は姿を見せませんでした。でもあなたたちがここに来て住む羽たちが現れるなんて、何かに感応したのでしょうか。あ、いえ、気にしないでください。第11律者の戦闘で君は一番よく戦った。ありがとうございます。メイは君を極東に派遣しようと考えてる。君はそれを知ってた？知りません。どちらでも構いません。仕方のないことだ。律者誕生の間隔がどんどん短くなっていて、人手が足りないんだ。戦略的考えをもとに僕たちは様々な都市に派遣される。融合戦士部隊は解散することになっている。これは博士の決めたことだ。フワ、分かってあげてほしい。命令には従います。フワ、ここでも極東でもソルトレイクでも違いはありません。みんな崩壊に対抗するためです。崩壊はいつかやってきます。その三つの都市に私たちがいれば、死傷者も普通の戦士たちが犠牲になることもないかもしれません。まだ根に持ってるんだね。はい。いつもメイ博士を理解してほしいという理由は何ですか？私の意思は対局と関係ありません。私の理解がないからってメイ博士が計画を変更したりします？しませんよね。どうして隊長を討伐するかわからないようにメイ博士は彼女を見逃しませんでした。彼女は私の恩人、あなたの戦友なのに。あの時彼女は私のことがわかってました。笑って話した時、あの口調も声も彼女本人でした。律者はそうなりませんよね。それでも彼女は殺されました。
彼女は律者になってしまったんだ。ふわ、君もわかってるはずだ。僕に他の選択肢はなかったと。博士の命令だってわかってます。だから私は従いますが、理解はできません。私にはその権利があるはずです。ケビン、博士とあなた自身を一緒にしないでください。彼女の代わりに私の理解を求める必要はありません。彼女も必要としないでしょう。私より、彼女は改造台で死んだ者たち、長編因子で歪んだ者たち、第十の神の鍵を持ったまま死んだ者たちに、彼女を理解できるか聞くべきです。僕は中央に残るよ。ええ。ふわ、僕は彼女のためにそうしたわけじゃない。君の理解が欲しいのは、君は僕の戦友だからだ。僕たちは、共通した意志を持つべきだ。人類の文明は虫の息だ。まだ三つの都市は辛うじて残されてるが、崩壊の勢いはますます激しくなっている。第十一律者が死んだばかりなのに、第十二律者がもう誕生した。彼女は僕たちに拘束されてるが、いつどうなるか誰もわからない。僕たち融合戦士は戦い続ける運命だ。失敗などありえない。僕たちが手にするのは勝利だけ。勝利しかありえないんだ。ふわ、僕たちを理解してほしい。本当の意味で。全人類の運命は僕たちが担ってるんだ。さくらのところに行ってくる。じゃあ。ええ、また。命令に従います。ケビン、ヨルムンガンダのケビン・カスラナです。うん、知り合いだって委員長も言ってた。でも第十一律者や第十の神の鍵、それに融合戦士、彼らがした話、もしそれらが本当なら、これは全文明世代の記憶のはずです。まさか神州の守護者だけじゃなかった。全文明世代から委員長は崩壊と戦ってたの。委員長、今まで全然言わなかった。なんでいつも一人で背負おうとするの。キアナ、もう一つの可能性があります。彼女自身でさえこの記憶を覚えていないのかもしれません。見えましたか？すごく昔の聖衛の姿。すごく昔。どんな姿でしょうか？場所は信州ですか？どんな感じの服装をしてます？わからない。ただ彼女は戦士で、戦争に巻き込まれたことだけが分かった。それは、崩壊でしょうか？
崩壊を知っているんですか？一つの言葉です。驚くほどのことでもないでしょう。信州では神鬼や妖鬼と呼ばれてます。退去剣派には一つの規則があります。それが魔に落ちた者は死すべしというものです。簡単な言葉ですが、その裏でどれほどの血や涙が流れたか誰もわかりません。私はよく疑問に思ってました。師匠は一体何を経験してそんな規則を作ったのかと。どうやら私は永遠に知ることはないみたいですね。すみません、くだらない感想で時間を取らせましたね。魔に落ちた者は死すべし。彼女はかなり委員長が作ったルールかな。さっきの思い出の中の委員長は確か。ファイヤー目標。イエーイ。気絶したんですか？そうだぞ。もう今月で3回目ぞよ。聖、あまり無理してはならぬぞよ。すみません、近頃少し疲れてまして。頭痛か？はい。頭は痛むか？時々。まったく睡眠が足りぬぞよ。融合戦士は睡眠が足りなくても平気です。たわけ！そちは人間ぞよ。人間は休息が必要ぞよ。脳も体も適度に休ませないと健康を害すぞよ。はいはい、毎日きちんと眠ると約束します。うむ、ではさっさと妖獣を倒して戻るぞよ。Hey!
また痛むのか？膨張という感覚でしょうか。たくさんの思考が流れ込んで爆発するような痛みが走ります。急に起きてまた急に消える。いつもそうです。近頃頭痛がますます頻繁に起こるようになりました。聖炎、措置は我らと違うぞ。融合因子は並外れた回復能力を措置に与えた。それは脳に作用し、脳細胞は活性化し続ける。凡人には寿命があるが、措置は長く生き続けることになった。不老不死ぞ。それと同時に措置の記憶は全て保有され、忘れることすらも措置にとっては難しくなる。我らにとってあっという間の時間でも、措置の頭の中で存在し、増殖と再生を繰り返す。措置の意識を満たしてしまう。長い年月の守護は、まさに措置の重荷となった。その頻繁に起きる頭痛は、措置の脳の抗議ぞ。博士が都政の羽を措置に渡した理由、わかっておるか？ええ。はぁ、頑固すぎるぞ。もう少し頑張れます。もう少し残させてください。都政の羽を使えば、措置は無駄な記憶を消すことができるぞ。未練があるなら、それを分割して、神の鍵に一時的に保存することもできるぞ。もしくは、簡単な精神操作をすればよい。都政の羽を使いたくないなら、あの融合戦士が措置の役に立つぞ。措置のためぞ。早く決心した方がよい。このままだと、措置の状態はますますひどくなるぞ。措置たち、雑談はやめるぞよ。妖獣の親玉が来たぞよ。奴が消えた後、この地の崩壊エネルギー濃度が通常レベルに戻ったぞ。つまり一度だけの異常。それなら安心ぞよ。本当の崩壊は、まだ来ておらぬぞよ。火種計画の実行はまだ時間があるということぞよ。そちたち、そういう顔はやめるぞよ。さあ、退去山に戻るぞよ。復帰さん、どうして記憶を処理しないか聞きましたね。多分、わがままだと思います。私の出自はとても平凡です。融合改造を受ける前のことでしたが、まだ覚えています。私は大都市のベッドタウンに生まれました。都市の中の田舎者。田舎の中の都会人。どちらに属すべきか、私にはわかりませんでした。私にとって未来は、高校に入って、大学に入って就職すること、もしくは、実家に戻って父親の道場を継いで、そのまま暮らすことでした。遠い昔、私はまだ不安を抱える女の子でした。あの時の私にとって、世界の安全も、人類の存続も、関係がなかったのです。しかし、瞬く間に数千数万年の時間が一瞬に圧縮され、私はここに来て、今の私になりました。でも、あの女の子を忘れることはありません。
彼女は私の心の中にいます。ふと気がつくと、彼女が暗闇で不安そうに私を見ているような気がするのです。何があったのでしょう、あの時から今まで。一体何が二人の私をつなげて、あの女の子を今の私に変えたのでしょう。私と私は独立していません。私たちは長い時の線の最初と最後にいる二つの点です。点と点をつなげたのはかつての一瞬一瞬の私です。その無数の私が残したのは記憶。思い出を捨てたら私の人生はバラバラになります。過去を振り返った時、なぜあの女の子が見えるかわからなくなります。制服を着て不安そうな幼い私を見ても、彼女がどう私になったか、私はどうして今の姿になったかわからなくなります。私が何のために今まで頑張ってきたかわからなくなるんです。しかし、わかっています、復帰さん、わかっていますよ。でも、もう少しこのままいさせてください。眠れませんね。ジョカと約束したというのに。はぁ、ん？誰かの話し声が聞こえます。彼女がそう思ったのか？ああ、はぁ、結局全て博士の予想通りぞよ。自己認識の障害が生まれて記憶操作を拒むのは何よりの証拠ぞよ。次の段階に進んだ方が良いと思うか？姉上はどう思うぞよ。次の段階？何のことでしょう。我は嫌ぞ。なぜぞよ。我はそれほど偉くはない。あの時コールドスリープに入って精鋭をサポートする任務を受け入れたのは、博士の命令を遂行したまでぞ。我は博士のこともこの任務のことも好まぬ。頼まれてやっておるだけぞ。だが我は精鋭のことが好きだぞ。うむ、我もそう思っておるぞよ。命の計画や世界の神聖よりも、彼女には自分らしく生きてほしいと思っておるぞよ。崩壊を倒すためや人類を守るためでもなく、メイ博士の道具でもないぞよ。命令に違反しても精鋭があの姿になるのを阻止したいぞよ。我らにできるのはそれを遅らせることだけぞ。それで十分ぞよ、姉上。我らは死ぬが精鋭は生きていくぞよ。彼女はこれからたくさんの人々に出会う。そうであろう。博士の計画を知らぬ真心で接する相手に出会うぞよ。それは彼女の物語。我らの出番はここでおしまいぞよ。